ボンジュー、皆様こんにちは、ブラマニのガクです。今日はですね、こちらロザリンペレレ山系さんのね、こちらの5周年記念のドレスをですね、クレアリークレアさんにお着替えさせてあげたいと思います。こちらのね、山系さん、ロザリンペレレ山系さんのね、素敵なアウトフィットなんですけどね、2016年に発売されてね、お迎えしてからなかなかね、お着替えさせてあげる機会がなかったので、これをね、機会にね、うちのクレアリークレアさんにね、この素敵なアウトフィット着せてあげたいと思います。箱を開けますと、中はこのような感じでですね、ヘッドドレスとですね、白いワンピースに、ロングベストがついてますね。まずこちらね、ロングベストですね、ニットのロングベスト。ロングベストにはね、たくさんのビーズですとかね、小花で、デコレーションされてて、本当に素敵なね、ロングベストですね。ニットで暖かそうですね。で、ニットを脱がすとこのような感じでね、白い長袖の、ワンピースが出てきますね。こちらのワンピースもね、袖が透ける素材のね、すごくエレガントな素敵なね、ワンピースになってますね。で、こちらですね、ヘッドドレスですね、レースとベージュのね、生地が編み込まれてて、すごく凝った作りのね、ヘッドドレスですね。こちらにはね、イニシャルテープが施されていて、イガレック K と書いてあるのね、 YK 山 K さんのね、イニシャルでしょうかね。反対側もですね、このようにクリスタルやビーズ、あとはね、イニシャル K のね、文字のね、レースが施されてて、本当に素敵なね、ヘッドドレスになってますね。はい、それではですね、こちらのロザリンペレレ山系さんのね、素敵な5周年記念のドレスをですね、先月発売したばかりの、クレアリークレアさんにね、お着替えさせてあげたいと思います。まずはじめにね、クレアさんのオリジナルのね、アウトフィット脱がしていきたいと思います。本当にね、素敵なね、クレアさんのね、アウトフィットなのでね、またね、デフォルトに戻してあげたいとは思うんですけどね、今回はちょっと着替え動画ということでね、クレアさんね、新しいお洋服に着替えさせてあげたいと思います。ソックスとね、ドロワーズはこのままでいいかもしれないですね。はい、それではね、こちらの白いワンピース着せてあげたいと思います。させやすいのがね、山系さんのドレスの特徴ですね。手が引っかからないように、手がね、袖に引っかからないように気をつけて着せてあげます。オーガンジーのね、袖ね、引っかかりやすいのでね、気をつけなきゃダメですね。もうね、この着せた時点で、ね、すごく、エレガントな、とってもね、優雅な感じのドレスで、すごく可愛いですね、すでにね。はい、ボタンを取っていただきます。ちょっとこんな感じですね。いかがでしょうかね。ウエストの部分にね、このようにね、白いベルトもね、あしらわれて、すごく可愛いですね。このね、スケール袖、すごく可愛いですね。次にこちらのね、ロングベストをつけてあげたいと思います。こちらのね、ロングベストね、たくさんね、ビーズとね、小花があしらわれてて、胸元にはね、このようにちょっとコサージュっぽいね、リボンがついてたりね、本当にね、可愛い、ロングベストになってますね。よいしょ、ね、すごくね、今の季節ちょうどいいんじゃないでしょうかね、春らしいデザインでね。このような感じですね。もう
本当に可愛いですね。もうこの時点クレアさんよく似合ってますね。はい、それではね、このような感じでね、ヘッドドレスつけてみました。いかがでしょうかね。すごく可愛いですね。このアウトフィットにはね、このロングのね、茶色のブーツ選んでみました。早速ね、履かせてみたいと思います。スポットスポット、こんな感じですね。いかがでしょうかね。ちょっとね、ガーリーなドレスにはちょっとハードなねブーツを合わせてみたんですけどね。はい、それではね、このような感じでお着替えできました。いかがでしょうかね。本当にね、よく似合ってるんじゃないでしょうかね。元のね、このクレアさんのアウトフィットもね、すごく似合ってるんですけどね、ちょっと同じような路線でね、ちょっとガーリーな、もうちょっとモダンな感じのね、ロザリンペルレ山系さんのアウトフィット選んでみたんですけどね、なかなかいいんではないでしょうかね。オリジナルのね、アウトフィットに感じがそんなにね、遠くないアウトフィットを選んでみたのでね、違和感なく着こなしてくれてるんではないかなと思うんですけどね。可愛いですね。ヘッドドレスもね、すごくね似合ってますしね。やっぱりね、このアイボリーのねアウトフィット、ナチュラルな感じでね、すごく可愛いですね。このね、胸元のねお花やビーズもすごくね豪華ですしね。こういった繊細なねリボンのコサージュ調のね、胸元の飾りもすごく可愛かったりしますのでね。やっぱりね、こう見るとね、クレアさんね、やっぱり美しい子だなと思いますね。フォトジェニックでもありますしね。やっぱりなんといってもやっぱりこの自然なね髪色が何とも言えなく素敵なんではないかなと思うんですけどね。はい、それではね、今回のクレアリークレアさんのお着替えレビューいかがだったでしょうか。もしね、少しでもいいなと思ってくださいましたら、グッドボタンですとかね、動画のコメント欄にご意見ご感想いただけると動画制作の励みになります。またチャンネル登録まだの方がいらっしゃいましたら、何卒チャンネル登録の方もどうかよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画やライブ配信でお会いいたしましょう。ブラマニのガクでした。オーバーボアー、オーバーボアー。